トンネルですね。インスタ映えですね。何がインスタ映えですか。いるからな。すいません。今のは冗談です。やっぱりいいねもらうと嬉しいです。おお。なんだこれ。モルタル吹きかけてやる感じ。夢乗せ橋。夢乗せちゃう。熊出没注意。おい。熊よけの鈴。熊よけの鈴もね、大事ですね。お。おお、いいトンネルですね。あ、モルタル吹きつけてやる感じですね。ああ、電気は消えてます。ふいふい。夢乗せ橋。お、なんだこれ。ああ、貼ってあるんかなこれ。ああ、ボードに書いたやつが貼ってあるんですね。ちょっと見えづらかった。ああ。あ、こっちにも。おお。いや、写真撮らなくて。最近ね、あのアートと称して結構ね、心霊スポット落書きが増えてるんでね。うお、シカちゃん、シカちゃんだ、シカちゃん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 だよね。そこ浅いのか。シカちゃんだ、シカちゃん。いや、鹿といえばね、あの、ゾンビゲームたまにやってるんですけどね。あの、だいたいあれですよね。鹿出てきますね。で、鹿をまあね、食料に。あ、お、これが第3の。チェックポイント。よし。峠の端？あれ？違うんだ。夢乗せ橋じゃないんだ。よし。あれ？割と長い？もしかして。おお、で、まあこう喋りながらね、歩ってるわけなんですが、どうですか？ね、あの自殺した人のね、で誰かね、見える方いますかね？なんか光ってる。なんだこれ。あ、スポットライト。スポットライトですね。これライトアップされるんですね。なんか、なんかのタイミングで。これか、夢乗せ橋。ああ、書いてある。よし。で、よし。
チャバチャ言ってんな。動物だよな。鹿だな。じゃあここあれですね、実況なしで渡ってみましょうか。ということでね、実況復活。どうですかね。何かこう見えるかと。いますかね。梅ロード。薄いか。一級河川。ちょっと今20分ぐらいなんですけど、もう行っちゃいましょうか。ちょっとね、動画的に長いですけど、まあ一本ということで、多分もうちょっとね着くと思うんですよね。坂道ですね。いやいや、もうなんか結構あるじゃん。疲れてきちゃったよ。なんか流れてきてますね。山の水ですね。で、これ水外から
鹿手出てない？手が出ます。でさっき橋渡って今キャメラすごいんですよ。なんかクモの巣が。ちょっととりあえず帰ったらキャメラの掃除、キムワイプで拭きます。どうだろうな、どの辺でね、でも自殺とかするんでしょうかね。入水？首吊り？でも手が出てくるっていうんじゃ入水なのかな。苦しそうだけどな、入水って。おお、こっちにも何かありますね。水が出てる。手入れてないですね。いや、結構街灯あるんだけど、こういうふうにね、街灯あるんですよね。まあ、なんかの弾みでライトアップされるんでしょうけど、その弾みが今のところないんでしょうね。いや、もうすぐだとは思うんだけど、どうなんだろう、たどり着かない、いや、結構でもね、熊の平もね、まあ、あとなんでね、だいぶ、ちょっと、疲れてるのかもしれないですね。結構急勾配のね、階段があったもんだね。いや、それがね、まあ、夕方着いて、ちょっとね、下見に行ったんですけどね、ロケハンってやつですよね。なんだあれ、ヘビ？草だった。爬虫類は嫌いだ。で、熊の平駅終わってね、ここまでね、ほんと5分ぐらい着いちゃうんですよ。息つく間もなくね、で、始めたんで、ちょっとね、疲れてますね。ボート乗り場だ。おお。あれですかね、死体が発見された時、あのボートで回収にいるんですかね。お迎えにいる。うわ、お、あっち。ちょっとね、そうだ、写真忘れてましたね。思いっきり鎖されてるんで、
無理には通らないですね。あのこと桟橋テレテテレテレテ、よっしゃ、ここまでですね。よし、あお、さあ戻ってきましたね。駐車場、こう駐車場ね、あのトイレもあるし自販機もあるし、まあね、釜飯買ってここで食べるのもよしだと思いますよ。昼間は結構ね、観光客多いんで、ね、よし、帰ってきました。じゃあここからね、ダムとかね。うわ、うわ、虫が、虫が、ガガ、ガガいる。ちょっと、結構こうキャメラとかね、光揺れてますけど、こう虫をなんとかしようと思ってるんで、これ勘弁してください。はい、ということで、まあ Twitter、Instagram やってます。でこれ撮った画像とかは、Instagram の方に載せてます。概要欄にまあ、リンク貼っておきますんで、よかったら覗いてみてください。うわ、なんかでっかいのがいる。コウモリかな。すげえよこれ、虫が。ということでね、なんかちょっと虫にやられたって感じがするんだけど、最後までご視聴ありがとうございました。なんか音がした。わあ、ぜひね、ちょっとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。